はい今回は死、えー、の交渉は嘘なのかとまあ、こういった話について考えてお伝えしていこうと思います、えー、実はですね、えー、最近の教科書には死の,の交渉について触れられていないということで、えー、僕たちまあ、リスナー様も僕もですがこういった話を教わったことがあると思うんですよ学校の歴史の授業で,で実はまあ嘘の可能性があるとでまあ、あこれはちょっと話の、ねえー、内容に入る前の、えーまああ 前置きっていうかなんですけども僕はね結構まああのここ数年間ぐらいで、まあ、歴史っていうのはがまあ多いなと思うんですよ学校で教わる歴史っていうのはねでまあ、例えば何がそうやって嘘なのかっていうとまあその大東亜戦争の、えー、話ねが嘘だったり敗戦国である日本には、えー、本当のことを、えー、教えなかったり、まあと明治天皇のですね、えー、天丸のまあ、えー、あの 変わったったていうね、えー、タブ臥の話とかっていうのも思,思っていたんですが、まあ、明治ぐらいからあ、まあ、嘘が始まったのかなと思ってたんですよ、まあのまあ、そのことについてもちょっと触れようかと思うんですけど今回あの軽くねで、えー、しかしですね実はそのもっと前のあの江戸時代からまあ、そっと嘘があったっていうまあ、そういったまあ仮説で,でこれってちょっとあの説明がねちょっと難しいんで、えー、まあ、う,うまくできないかもしれないんですけどちょっと精一杯あの頑張るのでね、えー、まあ、よろしくお願いしますということで でよくあの江戸時代の身分制度と言われているこの市の交渉、えー、っていうものをです、ね、学校の歴史で、まあ、昔はこのね江戸時代の身分制度は市の交渉とまあ、当たり前のように教わっていたとでこれっていうのはまあ何かっていうとまあ、身分制度なんでねまあ、一番上が武士でその次が農民。えー えー、職人,商人とかそういった、えー、話にに順番になるんですよでこれをあのまあ言うなんていうのかなその理由っていうのはまあ,あ物資が一番上でね、えー、その次に農民っていうことなんですけど農民はね、えー、こう年貢を抑えさせるために、えー、とかっていうんですよでお金儲けをする商人が一番下にあるっていうことな,なんですけど、まあ、そういったことが言われてて、まあ、農民を納得させるっていうことなんですけどそもそもこれが全て、えー、大嘘であると、まあ、江戸時代には身分制度が ないっていうことなんですよ。で、その何、えー、ていうのかな、えー、まいくつかまあ難しいんですが、まあ一つのまあこの切り口として、あの農民がこの年額を抑えるっていうところにまあちょっと嘘があった、えー、そういったことがわかっている。あとはですね、まあそこら辺からまあどうにかこうにか、えー、ま嘘であることは何なのかっていうことを考えていきたいと思います。 死の交渉が嘘であるっていう、まあえー、この話なんですが、ま,あ、まずですね、えー、この身,身分制度っていうものがおかしいんですよ。で、えー、皆さんも聞いたことがあると思うんですが、昔の話でねよく百姓の子はずっと百姓とか、えー、農民の子はずっと農民とかっていうんですが、まずこれが嘘なんですよね。な、え、ん、ー、でかっていうと身分を変えることが、えー、できたっていうことが分かっているんですよ。うん、だ例えばここういったとこです 百姓や、まあ、町人から武士になることが、まあ、できたとでその,、まああの例があ,あ,あってね、えーまあ、その新選組の起きたとか、えー、っていうのは百姓出身ですが京都の護衛という重要な役割を担、まあ、っていたと、うん、だから何ていうのかな、えー、農民はそのまま農民とか、えーまあ、百姓は百そのまま百姓武士はそのまま武士とかっていうけど嘘じゃないですか。 あの身分を変えることができたんでまず嘘ですよねでまあちょっとね、えー、まあなんていうのかな、えー、雑談みたいな感じになるんですけどまあそのさっきの まあ、あまあ明治時代の話かに入るんですけど、まあ、ここにも一つ嘘があってねちょっと一回脱線しますけど坂本龍馬っていうのはね、えーまあ、ヒーローみたいな感じで言われるんですけどこれも嘘ですよね坂本龍馬の父があ、まあ、商人だったんですよで坂本龍馬っていうのは後ろに外国がいて、えー、武器を、えー、撃ってたんですよね。えー シャーディン・マディソン商会から武器を買って撃ってたっていうこと。で坂本龍馬っていうのはなんか分かりませんけど学校の歴史の授業ではあのなんかまあいい人とか素晴らしい人みたいなことをおっしゃいます全くの嘘ですからね。うん、これっていうのもその外国に都合のいいような解釈で坂本龍馬というのは全く正反対の悪人だったんですよ。ででちょっと話を、えー、戻るんですが あの、まあ、僕は調べたっていうか考えた感じなんですけどえ市の交渉とかってそういったことではなく江戸時代が何があったかっていう話なんですが身分っていうのはあったんですけどそれはそれは身,身分のねその制度ではなく単に役割っていうことじゃないかと思うんですよだから身分っていうのは役割だから役割を、えー、変えることが、えー、できるんですよ、うん、役割なんでか変える固定していないからねだから時に武士から町人になる、えーね、農民になる何とかっていうことができたっていうことでこういったこと 外からま嘘である可能性が非常にた高いんですよねまあもちろんそのなんていうのかな資料とかそういったものがわかりませんのでどうしても憶測になるんですけど で、えー、このですね、えー、なんだろう最初の方にお伝えした、えー、農民が年貢を納めるためにどうたらこうたらっていうここにですね大きなこれ嘘がある、えー、っていうまあそういうまあ根拠っていうか、えー、まあ憶測っていうかがあるんですがよく皆さんも聞いたことあるかと思うんですがごくご民とかっていう言葉あるじゃないですかこれが嘘なんですよね、うん、年貢っていうのはどうなるのかっていうと元の検知を江戸の最初に行われるだけでその後はそういうことはなかった。 んですよつまり農民というのは比較的ゆとりがあったんじゃないかって言われるわけですよね。うん、だからそ,そ,れをその,そのが本当であれば、ねえー、年貢を納めるためにどうちゃらこうちゃら嘘じゃないですか。で、えー、実際こういったことも分かっておりまして開発された神殿に15年間年貢がかからないとでその後生活に余裕が出ると、えーまああま、だろうお茶とかそういったもの,ああのにはあの 土地に年9分以外の税金はかからないっていうことなんですよだからこういったところにも何か何かしらというか大きなる嘘があったと考えられるんですねでこのこれをねちょっとうまく言えないんで元々あのそのうまく話せないで申し訳ないんですがちょっとあのあれなんですけどそういっこういったことを総称して考えると単純に江戸時代っていうのは市の交渉っていうまあなんていうのかなことではなく身分の役割が違ったっていうだけだと思うんですよなんかこう市の交渉とかねえこの え身分制度がどうちゃらこうちゃるっていうけどおそらく嘘ですね。うん、あのこういったよく嘘をつくんでで、えー、例えば皆さんも思われるかもしれない,で知れないんですがあのその嘘を なぜ嘘が、えー、出回るかってい、まあ、いわゆる嘘あるいはガセとかね、そういったものが出回るかっていう、そういった、まあ、理,理由を、えー、ちょっと考えていこうと思うんですよ。もちろんね、あの憶測することしかできませんので、こ、え、う、ー、こう、こう、こうだから、こうなんじゃないかっていう、まあ、真面目な話なんですけど。 まあ、ガセが出回る、えーまあ、そういったことについて、えー、憶測していこうと思うんですが、もちろんこれっていうのも死の交渉の話が分かったり分からなかったりっていうこともあるんで、真剣に、ねえー、考えていき,いきたいと思うんですが、江戸時代ってのは他の嘘もあったんですよ、うん、別に死の交渉だけではなくで、ちょっと一見関係しそうな感じで、えー、どうかなと思うんですが、またこれも聞いたことあると思うんですが、江戸時代の百姓一揆とかって聞いたことあるじゃないですか、えー、勉強とか歴史の授業とかでそうやって話しんでる。 百姓一勝でこれも嘘の可能性があるんですね。百姓一勝なんていうのはないんですよ。あの、一期とかっていうとね、さあもなんかこうね、わかりませんけど、斧のかなんかで、あのどうかするみたいな風に思いますけど、そんなことではなく、普通に話し合いなんですよ。単に話し合いだったっていうことを言われてるんですが、なんで話し合いだったものがね、そんな一期とかっていうこともあるんですけど、それもおそらく、えー、まあ、何かしらの意図があってね。 でこれがまあどうかなってちょっとすみません難しくて、えー、わからないところもあるんですがこういったあの、まあ、情報があって、まあ、そうなのかなとかって思うんですけど。 その,あの根本というか、まあ、歴史そのものを、えーまあ嘘にしているのが、まあ、西洋の歴史観である、まあ、階級闘争、えー、あるいはですね封建時代の反乱から、えーまあ、民主制の日本における、えーまあ、その例を出すために、えー、民衆の反乱の事例として捏造したんじゃないかっていうのが、えー、これが本当なんじゃないかって言われてるんですよ、まあ、ちょっとだいぶ難しいんですけどだから日本の,おなんていうのかな歴史をその外国の,あの歴史観にすり替えた っていう話なんですねでそのために話が必要なわけですよ、つじつまを合わせる必要がある、そのためにこの死の交渉っていうえ嘘をついたんじゃないかと、えー、思います。うん、でよくね、あのそのそさっきの江戸時代に農民が氾濫したとか、えー、そのねわかりませんけど、百姓一揆だなんたらかんたらという、それは嘘なんですよ、別の,あの形がありましてね、日本で起こったあ初めての氾濫っていうのは、江戸時代の学校例と、えー、いうことなんですよ。でこののの江戸時代の学校令っていうのは 徴兵とか、えー、地獄改正にあの反対したということで、初めて明治にこういったことが起こったということなんで、えー、明治に初めて起こったということで江戸時代には起こってないじゃないですか、かこれ、嘘なんですよ。だこういうあのーまあ、大きな嘘ですよね。うん、まあ、その嘘っていうのは、その外国に有利なあ,、まあその嘘を、えーまあ後で話をね、えー、造して、ですねあたかも、えー、なんかもっともらしいストーリーを、えーまあ、教えると。ただ、死の,の交渉の嘘っていうのは、あ このなんていうのかなてうか説明が難しいんですが、最近の教科書に、えー、もう書かれていないらしいんです、死の交渉ていうものが。だから、こういったものが嘘であるっていうことが、えー、分かったのか。 まあなんていうのかなそう認識されたのかということで、学校では教わらなくなったみたいなんですが、皆さんも僕も、多分んリスナー様とか僕とか、ね、年齢的に40代、50代、60代とかの方は、この死の交渉っていうものを教わって授業で思ってらっしゃると思いますので、それは違うんじゃないかっていう仮説をお伝えしてみました。何かのご参考になっていただければと思います。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたしました。